カンナダ港は大韓民国の河川であり、中央の火山帯との関係が強いものである。朝鮮民主主義人民共和国に属するカンウォンド、平行軍を源流とし、軍事境界線を越え、カンウォンド鉄源軍を流れる。軽軌道サザナミ川軍全体に言うと、道尾山面の間で臨信港に合流する。長さの合計は1 3 6キロメートル。 隣新降水系。このうち、紫の部分が、神奈田港とその流域鉄原群の湖、石帝付近の神奈田港渓谷。鉄原群と平行群は、朝鮮戦争では、鉄の三角地帯と呼ばれる激戦区で、今も南北の軍事境界線が分断する。現在は、湖、石帝国民観光地という観光地になっており、鉄原付近の戦跡巡りの拠点でもある。 カンナダ公は古代には大きな瀬を意味するハンヨールと呼ばれており、今でもゼンタニューにハンヨール村がある。昔の記録ではオーナダと呼ばれていたが、その後現在のようにカンナダ公と呼ばれるようになった。五三国時代、五光栗の旧栄がこの川の周りの玄武岩を見て、国がもうすぐ滅びると嘆いたためカンナダ公と呼ばれるようになったという説もある。ゼンタには、 北緯三38度線が走っているが、その辺りが朝鮮戦争での激戦地であった。朝鮮戦争の国連軍3200人がこの川の近くで人症抗性出血熱に感染し何百人もの人が死亡した。高麗大学校の李氏の義王は、この疾患の原因ウイルスを発見し、カンナダ港にちなんでハンタンウイルスと名付けている。カンナダ港は火山活動。 山岳地帯を通る。したがって、峡谷や崖ができる。南大川、永平川、車灘川といった支流がある。寒灘港、臨ともに、傾斜平港側中州は十分に開発が進んでいる。火山活動による、潔太霊構造国による渓谷を形成する、鉱物の半分の変魔岩、原生代、中世代樹楽花崗岩は、 白亜紀の新しい層の体積岩である。ありがとうございます。